に同じく委員長報告に反対26番小泉一馬議員 26番の小泉一真でありますあの。残念ですね。私が残念と申し上げるのは、残念という言葉を先に西村議員に使われてしまったことであります。私、この刑事契約の諸議案については、賛成したいと思って、総務委員会の審議に臨みました。 十分な説明、納得のいく説明が得られるものであったならば、私は賛成していた、十分な説明責任が果たせない結果として、賛成できない議員が存在するということに、市行政の猛省を促したいと、最初に述べておきます。さて私は 議案の第82号、これについての反対討論を行うものですが、あすみません、委員長報告に反対とする立場から討論を行うものですが、83号ないし90号、一連の工事契約の締結の諸議案についても、同様の立場からの討論であると、最初に申し上げておきます。 まず、これらの議案が通常とは異なるものであるということを皆様には考えていただきたい。違うんです、普段と。何が違うのか。総務委員会委員長報告を見てみましょう。本体工事費については、今後増額も予想されると、委員長報告にも書いてあるんです。普通の 工事契約の増額、増額が予想されるなんていう議案が出てきますか、工事をしている途中で、何らかの予期しえない事態が、事象が明らかになった、トンネル掘っていたら水が出てきちゃった、それは増工しなければしょうがないですよ、それは補正予算を組まなければしょうがないですよ。だけど今回、この件は違うんです。 今の時点から、契約の時点から、いや、その前からすでに、増行されるということが見えているんです。82号自体はやむを得ない部分もあるかとも思います。というのは、資材単価、また、 ローム単価の高騰、こういったものを設計時点では十分に見越せなかった、だラ不落札になった、そして再設計して、ようやく今回落札された、こういった手順をきちんと経てきている、しかし、83号ないし90号、残りの工区につきましては、これはまだまだ動く可能性があるんですね。契約した それと同時に、事業者の方から、増額の申し出がありうる。なぜかといえば、契約締結後に各受注者の申し出があれば、新年度労務単価を適用した変更契約について、協議を開始すると、これは総務委員会で示された資料にも書いてあるとおりであります。国がこの特例を通知で認めているんです。特例です。 いつもと違うんです。いつもと違うチェック機能を果たさなければいけないんです、議会は。151億円、これも十分な説明が尽くされたとは言えない事業費であったと私は思っていますが、しかしそれは議会を通った、それ自体は認めなければいけません。しかしその後、どういうわけか、 その後もその前もそうですけれども、この市役所、市民会館建設事業については、それはどうなのかなと、疑問に思わざるを得ないことが次から次へと出てくる、今回もそうです。この総務委員会で示された資料、全体が示されていないから、示してくださいと。 新しい論文単価を適用した後の全体額を示してくださいと、副委員長自らそう意見もありました、しかしそれはできないと、なんでそういうことを突っぱねて説明責任が果たせると思うのか、私、小泉一馬、非常に疑問に思うと同時に、それを見抜く皆さん、議会でなければいけないと思います。 ー務単価の上昇、これは復興事業により予期できないものであった、だからこれから動かさなきゃいけない、動かさなきゃいけないことはもう明白なんです。事業者とすれば、預かり金を長野市に預けてるのと同じじゃないですか、また長野市としてみれば、買いかけ金みたいなものですよ、これ、短期債務ですよ。 これについてのきちんとしたチェック機能、議会は果たさないでよろしいんでしょうか、いつもと違う工事契約であります、きちんとしたチェック機能を議会は果たすべきであると私は強調して、私の討論を終わらせていただきます。ありがとうございました。